新型コロナウイルスの陰で現在日本で流行している性感染症を諸君はご存知だろうか。それは梅毒。2023年の日本の梅毒患者数は1万5000人近くに上ると考えられており、感染症法の施行以来過去最多を更新する見通しだ。戦後にすっかり下火となったはずの梅毒、その再流行の原因は SNS やマッチングアプリによる不特定多数との性交渉を持つ人が増えたことが一つの可能性とされている。早期発見、早期治療をすれば確実に治る病気とはいえ、油断は元気。とても恐ろしい病気なんだ。なんと梅毒は症状が進行すると顔が溶けるんだ。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴメトリー。まあでもあぜ、つけてらす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣でつを言うの闇人形の闇りですわ。最近人間界ではマッチングアプリっていうのが流行ってるみたいですわね。新しい技術は新しいミステリーやオカルトの誕生の地。マッチングアプリにまつわる怖い話がこれから増えると思うとワクワクしてきますわ。そんな理由でマッチングアプリを楽しんでるのは多分闇り君だけだと思うぞ。さて、今夜話するのはまさにそのマッチングアプリとの関係が噂されている梅毒の再流行について。梅毒の恐ろしさと人類の歴史との関わり、その驚くべき秘密に迫っていくぞ。言うの地獄の性病。まずはこちらの写真を見てほしい。これは17世紀から18世紀のヨーロッパで流行していた人工のつけ花だ。当時のヨーロッパではこのようなつけ花をしている人が多くいたという。しかし彼らは決してハロウィンの仮装やファッションで使っていたのではない。用いていたのは梅毒の患者。それは梅毒が重症になると鼻が落ちてしまうから。梅毒は梅毒トレポネーマという細菌によって発生する感染症。発症すると性器や口の中にしこりができ、全身に発疹が広がる。やがて皮膚組織を変形させ顔や体に大きな変化をもたらすんだ。さらに症状が進行すると全身に細菌が回り、内臓や精神に深刻な症状を引き起こす。最悪の場合それが原因で死亡することもあるんだ。そんな梅毒の感染経路は性交渉などによる皮膚や粘膜の直接接触。世界で最も有名でかつ歴史上最も恐れられた性感染症と言っても過言ではないだろう。確かに江戸時代を描いた漫画やドラマで梅毒の患者の姿を見たことがありますけど、みんな顔がひどく変形していましたわ。症状自体も恐ろしいが、梅毒の真の恐ろしさはその感染のしやすさにある。ここからは梅毒の症状の進行について見ていくぞ。梅毒は大きく3つの段階を経て進行する。第1期は感染から1ヶ月程度が経った頃、細菌が入り込んだ場所を中心に小さな腫れや炎症ができるんだ。しかしこの段階では痛みや痒みを感じることはほとんどない。感染から1ヶ月から3ヶ月が経つと第2期となる。手や足をはじめ全身に赤い発疹が現れる。他にも発熱や倦怠感など様々な症状が出ることがあるんだ。そして感染から3年ほどが経つと最終段階の第3期に至る。皮膚や骨、臓器にゴム腫と呼ばれるゴムのようなしこりができるんだ。これは放置すると大きくなり鼻にできた場合欠けて落ちることもあったという。さらに進行すると脳や心臓、血管にも症状が現れ、麻痺が起きたり血管が詰まってしまうことも。これが原因で精神障害が起きたり、最悪の場合は死に至ってしまうんだ。その上、恐ろしいのは感染力が非常に強いことと、感染が拡大しやすい症状の進行にある。実は、第1期から第2期、そして第2期から第3期にかけて、多くの人は一度症状が、なくなってしまう。しかしこれは症状が出ていないだけで完治したわけではない。つまりこの時期でも他の人に細菌を感染させてしまうんだ。また症状が全く出ない人もいるという。感染してから数年後に症状が出る患者もいて、感染していることに気づかないうちに病気が進行していたり、他の人に感染させていたというケースが梅毒では後を絶たない。こうした特徴を持つために梅毒は一時期世界中で爆発的に流行した。1999年には全世界で推定1200万人が新規感染したと考えられている。しかしこの梅毒、実は世界で初めて流行が確認されたのが1494年と、その歴史は意外と浅い。それは梅毒が人類の歴史と大きな関係を持った病気だからなんだ。ひー、なんて恐ろしい病気なんですの。そんな仕組みじゃ感染が広まって当然ですわ。現代なら自分が感染しているかを検査でチェックできるけど、昔はそうもいかないからね。さて次は梅毒と人類の歴史の関わり、そして日本との関係に迫っていくぞ。人災だった梅毒。
梅毒と人類の戦いの歴史の始まりは1492年に遡る。1492年はコロンブスが新大陸アメリカを発見到達した年だ。アメリカ産の文化や食べ物の拡散、そしてその土地と人的資源をめぐる戦争と植民地政策、アメリカ大陸とヨーロッパが結ばれたことは世界史上で最も重要なイベントの一つだ。しかしその裏では多くの悲劇も生まれた。以前ミッドナイトの諸君にも紹介したように、この際にヨーロッパからアメリカに天然痘という感染症が持ち込まれたんだが、その結果アメリカの先住民が天然痘で大勢死亡してしまったんだ。しかし反対にアメリカからヨーロッパへ持ち込まれた感染症もあった。それが梅毒だ。1492年新大陸に到達したコロンブス一行はカリブ海諸島の現地女性と性交渉をし、スペインに梅毒を持ち帰った。その結果スペインのバルセロナで最初の大流行を引き起こしたとされているんだ。もっともアメリカ大陸に存在していた梅毒は現在のように重症を引き起こす病ではなかったという説がある。環境の変化によって強毒化したと言われているんだ。天然痘覚えていますわ。まるで大陸規模のしっぺ返しですわね。次は日本の歴史と梅毒の関わりを見ていくぞ。梅毒はヨーロッパ全域に広がった後世界中に広まっていった。インドから中国、そして16世紀には中国と貿易をしていた日本にも伝来した。関西で大流行を起こした後梅毒は江戸にもやってきて、遊郭吉村を中心に一気に広まったんだ。江戸時代の最も有名な医学者といえばやはり杉田玄白だろう。そんな玄白が1802年に書いた回想録に梅毒に関する衝撃的な記述がある。自分が医者になった頃、梅毒という病は医学書に載っていなかった。だが今では毎年1000人ほどの病人を治療するが、そのうち700から800人が梅毒の患者である。その後も梅毒は感染者を増やし続けた。18世紀中旬にはほとんど見られなかったものが19世紀半ばにもなると日本中に蔓延していたという。実際に当時流行った川柳にこんなものがある。親の目を盗んだ息子鼻が落ち。梅毒の症状によって鼻が落ちたのを示していることは言うまでもない。この頃梅毒に有効な治療法は存在せず、世界中で多くの人々が梅毒に苦しみ、そして命を落としていった。しかし人類もただ手をこまねいていたわけではない。当時の人々は梅毒に対し様々な手段で抗おうとした。そうして生み出された当時の治療法の中には衝撃的な方法もあったんだ。患者の7、8割が梅毒って恐ろしい世界ですわ。これが時代劇には描かれない本当の江戸の姿だったのですのね。さあここからは梅毒の治療法の歴史に迫っていくぞ。梅毒との戦い。梅毒の治療初期の段階で主に用いられたのは水銀だった。現在では体温計などに用いられている液体の金属だ。しかし水銀は毒性が高い。高度経済成長期の日本で水銀を含んだ工場排水によって水俣病が引き起こされたことでも有名だ。そのため梅毒の患者も水銀による治療によって歯が溶けたり皮膚に炎症ができたりと水銀中毒になるものが続出したという。しかしそれでも当時としては最も効果が望める治療法だったため、ハイリスクではありながらも死ぬよりはマシだとありがたがられていたんだ。梅毒の最初の流行から400年以上が経過した1910年、ドイツのパウル・エールリヒと日本の畑田八郎という2人の細菌学者によって初めて梅毒の効果的な薬が登場した。その薬の名はサルバル酸。ポルトガル語で救世主を意味するサルバトールに由来する。その名の通りこの薬は世界中で多くの梅毒患者を救い、パウル・エールリヒと畑田八郎の2人は1908年ノーベル生理学医学賞を受賞した。しかしこの薬もまだ副作用が強く、また重症患者には効きにくかった。日本人が関わっていたんですのね。全然知りませんでしたわ。この薬で多くの人が救われたとはいえ、人類が梅毒を克服するに至るにはまだまだ長い時間を必要としたんだぞ。重症の梅毒に対して画期的な治療法が発明されたのは1927年のこと。その方法は梅毒の患者を別の病気に感染させることだった。その病気とは放置すると死に至ることも多い恐ろしい感染症、マラリア。マラリアにかかると患者は高熱を出す。なんとこの高熱で梅毒の病原体を殺すというんだ。マラリアも危険な病気だが、当時はすでに特効薬があった。そのため梅毒を治した後にマラリアも治せばいいという算段だったんだ。なんともめちゃくちゃな治療法だが、この方法なら重症患者も救うことができたため、発案者である精神科医ユリウス・ワグナー・ヤウレックもまたノーベル生理学医学賞を受賞した。最終的に1942年に世界最初の抗生物質ペニシリンが実用化されたことで、梅毒は確実かつ患者へのダメージも最小限に治療されるようになった。こうして梅毒を克服したかに見えた人類だが、実は今日本全国で梅毒が大流行しているんだ。ペニシリンといえばジンっていうドラマで見ましたわよ。青カビから作る薬ですわね。そういえばジンでも梅毒患者の治療に使っていたような。ペニシリン自体は抗生物質だから梅毒だけでなく多くの感染症からも人類を救ったんだ。にもかかわらず日本ではなぜか今梅毒が再流行しているんだぞ。言うの
梅毒の再流行。戦後、日本でもペニシリンが大量生産されたことによって梅毒は沈静化。2010年までの20年間の感染者数は年間1000人未満にとどまっていたように、梅毒は過去の病気という認識も広まっていた。しかし2011年頃からなぜか患者数が拡大、特にコロナ禍の裏で急増し、2023年11月19日時点で感染者数は 13,251 人に上っている。これは感染症法の施行以来過去最多。2020年の感染者数は5867名だったことを考えると、その急拡大っぷりがよくわかるだろう。その原因は現在もはっきりわかっていないものの、 SNS やマッチングアプリを介した不特定多数との性交渉を持つ人が増えたことが可能性として指摘されている。確かに梅毒では現在では確実に治療できる。しかし恐ろしいのは、感染力が非常に強い上に症状が出ない人や、症状がなくなったように見える状態で他の人に感染させてしまうケースが多いこと。特に現在の日本の流行では女性の感染者が増えていることが危険視されている。妊婦が感染すると死産や流産につながるリスクがあるほか、子供が宣伝梅毒になり皮膚の異常や難聴といった症状が出てしまう恐れもあるんだ。梅毒の自然治癒は難しく、ワクチンも開発されていない。そのため早期治療を行うしか今のところ対抗手段はない。とにかく感染しないように自分の身を守り、そして早期発見によって感染拡大を少しでも抑えることが重要だろう。翔くん、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリくん、ヤミリくん。